市販の麺とソースを使って極上の味に仕上げるコツを伝授します。ポイントは3つございます。材料は豚肉、キャベツ、もやし、あと玉ねぎが、もうどこでも売ってるこの袋焼きそば、これで最高に美味しく作ります。ポイントの一つ、豚肉なんですが、しゃぶしゃぶ肉、まあ、あのなかったら普通の薄切りとか細切れでいいんですけど、最高に美味しい焼きそばを目指すにはしゃぶしゃぶ肉を使っていただきたい。これは理由は後で言います。ということで野菜切っていこうかしら。野菜をね、玉ねぎ薄切りにしていきますが、この薄すぎず厚すぎず、このぐらい、何ミリぐらいかな、 5、6ミリ、ちょっと歯ごたえも残しつつというのが大事でございます。これぐらい使うかな、これぐらい。もやし、もやし、これもやしはもやしイントネーション的にヤマピン、もやし、ヤマピン、ヤマピン、ほんとすいません。これをまあさっと洗います、ね、炒めてしっこと、シャキシャキ感がなくなるのがすごく残念なんですけど、そのためにもやしは水に、もやしは水につけておくのが大事です。でこれざく切り、もう食べやすいサイズのざく切りで、ちょっと硬い芯の部分、ここだけ薄切りにしておいてください。今回しゃぶしゃぶ肉なのですぐ火が入る、火通りがいいので硬いものから玉ねぎから焼きそばにはしっかりソースの味が染み込んで、野菜はシャキッといただける、でも食べても全体の一体感があるという焼きそばを目指したいです。一応気合い入れていきましょう。なんとなくのように広げながら入れてください。ちょっと面倒なんですけどね、見てください、この玉ねぎの上に置いてます。これ大事、玉ねぎをクッションにして炒めていくことで硬くならないようにしてます。炒めていきます、ね、OK。 で軽く下味のお塩だけ軽くやっていきます。 OK。 なんかね、焼きそば作って食べてもこう豚だけ硬くなったり、ちょっと豚臭さが出たり、豚がちょっと浮いてしまうというか、硬さが多いんですよ。そのためにしゃぶしゃぶ肉を使って玉ねぎと絡めながら炒める。最小限、肉の色がもう変わってきました。ほとんどもう赤いとこがほとんどなくなりました。ここに来て初めてキャベツ、キャベツ入れたんですけど、ちょっとポイントがあって、なんかね、この面倒くさいかもしれないですけど、端に寄せます。キャベツ、玉ねぎと豚をキャベツの上に乗せてください。でこのまま焼いていきます。そうすることでキャベツがしっかり焼きキャベツになるのと、玉ねぎの甘みと豚の旨みがキャベツにどんどん染みていくんです。これだけでうまいです。まずこれやっていただきたいです。肉野菜炒めを最初に作るというのが大事です。今キャベツをしっかり焼いてこんがり焼いてちょっと塩、特性が出てきました。で豚の旨味がしっかり染み込んでます。これで OK。 キャベツは本当ね、ちょっと焼き付けてサッとでいいんですよね。余熱でどんどん柔らかくなっていきますから。一番大事なのはこの麺の扱い、こっから見ものです。見ててください。ちょっと油を熱します。で
袋のまま、この袋のまま、ままじゃない、袋の形でいいんですけど、そのままフライパンに入れます。今日2玉、これが一番大事な3つ目のポイントでございます。見てください、これ何してるか分かります？焼いてるの。今日の料理名何でしたか？焼きそばでしょ。皆さん普通に焼きそばを取るときって豚炒め、野菜炒めで箸で麺をさっとやって和えるんですよ。焼いてないんです。これ科学的に言うとどうなるかというと、焼くことで麺の中の気泡が膨らみます。で、味をすごく吸いやすくなるんです。だから大事で、表面カリッとなる。めっちゃ興奮してきました。これやるかやらないか全然違う。なぜ僕こんな力説するかというと、ママ友とかパパ友とか家族にたまに遊びに来るんですよね。みんなね、持ち寄りパーティーとかやるわけです。一回これ作ったんです。市販のやつとも、すごく好評で、これどうやって、何使ったのって言われたんですけど、いや、全然市販のやつとは作りましたって。作り方違うとこうも味が変わるのねっていうところで、あ、これは皆さん知っていただいた方がいいな。ある程度焼くと、これ見て、これが大事。もうこんがり。このカリッとした部分ともっちりとした部分ができるので、これがまだうまいんですよ。これしっかりほぐしながら麺を切らないように、しっかり焼いてくださいね。三つ目のポイント。この袋のこのポーズ、まま。ただこれ全部使うと、ただ市販の焼きそばやないかという話になるので、二玉に一個だけ使います。一個だけ。見ててね。アンドお酒、お酒ちょっと風味付けので、醤油で味をキリッと引き締めます。これがうまい。高速で混ぜる。これしっかり焼き付けてるからソースをものすごく吸います。あっという間に絡まったので、さあ色艶も最高です。ここまでやってしっかりソースを吸ったところで戻し入れます。そば3つ肉野菜炒め、あとはしっかり一体感が出るように、ここも炒めるというかもう混ぜるでいいです。一旦これをもう盛り付けちゃいます。あ、もう色っていう最高でございます。好きなの山盛り盛り付けの大好き。最高っす。ほんと最高。キャベツもしっかり焼いてるとことちょっとシャキッとした部分があるのね。で、ここまでいくでしょ。これで終わりじゃございません。大事なもやピーでございます。もやピーって言ってますやってほしくないのが、焼きそばともやし一緒に炒めてほしくないんです。なぜかというと水分がすごく出るので焼きそばがびしょびしょになっちゃう。とにかくポイント4つありましたねもやしは最後でっていう大事な4つ目のポイントが、一緒に炒めるべからず。ここであえてびしょびしょのもやし水のままいくのに、シャッキリさせるために水分をしっかり吸わせます。こっちも大事です。ここで醤油で味付け。これもやしの汁なんですよ。これを一緒に炒めるとここに入っちゃうわけですよ。だからせっかくの美味しくなくなっちゃうので、これどうするかというと、もやしの水分をしっかり切ります。これ部分の、これをトッピングする。こうすることで焼きそばの美味しさ、キャベツの甘みをいただきながら、シャキシャキのもやしも、イエス、きたねこれ。
たね。これで3つのポイント、もとより4つのポイントの美味しい焼きそばが完成しました。それではいただきます。お肉がまず柔らかいの、しゃぶしゃぶをうまく炒めてるからね。麺がカリッとした部分ともっちり、そしてしっかりソースが染み込んでます。シャキシャキもやし、本当に常備調味料、市販の焼きそばでちょっとのポイントでこれだけ美味しい焼きそばできるんで、ちょっとの手間はかかりますけども、ぜひ試していただきたいです。美味しいです。